Tsuyoshi Kohsaka versus Caol Uno. うん、面白い試合。自分ほど自分の方が楽しみなんですよ。お客さんも楽しみ、顔わかんないですけど、僕の方が本当今回は楽しみで、そのやる形ですね。はい、コーチともにすごくよくしておいただいてますんで、本当に思いっきりぶつかって、寝技コーチさんとやるといつも面白いんで、その辺でどんだけ出せるかっていうのも本当楽しみです。とにかく、自分がここでリングスでデビューしたのは、このヨガン文化大会なんですよね。だから、どうしても今日は試合、そのリングに上がりたかったんで、だからそれでこういう、形で試合を宇野くんにお願いしたんですけれども、まあ悔いのないように終わりたいですね。ただいまより第6試合を行います。青コーナーより宇野薫選手の入場です。 東京本部宇野薫です。おお、大の字、なんと大胆。全身でこのリングスを味わっているような感があります。憧れのリングス宇野薫、そのマット上です。 赤コーナーより高坂剛選手の入場です。デビューはここ横浜文化体育館です。94年8月今回は左手首がいまいちであります。というよりもかなり悪いと言った方がいいかもしれません。ですからエキシビジョンマッチということになりました。しかし楽しみなカードになりました。高坂剛登場しています。第6試合、エキシビションマッチ5分を行います。青コーナー、170センチ、72キログラム、話術研修会東京本部、宇野薫。赤コーナー、181センチ、97.9 キログラム、リングスジャパン、高坂剛。なおこの試合は
フリーノックダウン、フリーエスケープの旧リングスエキシビションマッチルールにて行います。さあエキシビションマッチです。今リングアナウンスでお聞きの通りのルールということになります。今回は高坂選手が左 手首の故障のためエキシビションマッチになりましたが、熊子さん、はい、宇野薫と対戦ということですから、そうですね、ある種夢のカードですよ ね。で特にですね、あの宇野選手 の、はい、コスチュームに注目してください、はい、あの懐かしのシューティングシューズのですね、あのタイツ、まさにあの昔の UWF のですね、はい、あのスタイルですよね。これはあの特集なんでしょ。そう言ってました、宇野とちゃんと入っています。宇野薫、このおお早い展開です。この宇野選手はですね、おーっと言ってる暇がありません、言ってる暇がありません。このリングスが憧れでずっとテレビでも、まあ、わわることですが見てたそうですよ、はい、そうですね、おっとそれが前から取りました、はい、今あの世界的なですね、強豪選手に育ったんですから、すごい時代の流れを感じますよね。そうですね、宇野選手が憧れていたレガース着用、そして小艇の打撃、それによる試合であります。おーおー、 TK シザースですね。 TK シザースは足首取ってますよ、これ。あ、抜けました抜けました。高坂は93年9月入門で94年8月ここ横浜文化体育館でデビューしてるんです。思い出の地ですよね。そうですよね。ですからあの左手首故障してるんだけども、ぜひともやりたかったんだと、はい、まあ、今回の大会にはですね、もうどんな形でもいいから、まあ、参加したいというのが流れてたんだね、はい。そしてこの2人の共通項といいますと UFC という言葉が出てきますよね、はいはい、タックルタックル、ね、バック。今後も宇野選手は UFC に参戦していきたいんだという意向を持っています。もちろん高坂選手もおお、なんか投げ打つような格好になりますが、首の取り合いになります。目まぐるしい展開であります、この2人のね、このスパーリング見たことあるんですけど、やっぱこういう展開でね、もう次々と攻守があって面白いんですよ。あ、そうなんですか、まさにあのゼニーの取れるスパーリングってやつですよねなるほど、はい、横浜高校のレスリング部出身であります宇野薫、リングスは初参戦。このリングスが見たくてワウワウに入ってくれました。そして高坂が言いました、あのアメリカのシアトルにも訪れています。宇野薫、このおっと旧リングスルールでやるにあたって昔のビデオを見たらしいんですよ、はい、難しいルールですねと。そうですね、インタビューにありましたよ、ゴング格闘技のインタビューに、はい、もっとサイド、そう、テンパスガードですね、はい、何かこのいい体といい、ちょっと田村選手を放出させません。そうですよね、赤のね、コスチュームといいね、そしたら赤いタイプですよね、はい、これですね、あの、はい、2人とも本当すごいと思うのは、はい、あのうわ、ちょっと待ってください、はい、足首いきますから、エスケープ、エスケープでしょ、ファーストエスケープの選手が生まれましたね。まあフリーエスケープですからね、はい、まあこれはいいんですが、すいません、話の途中でした、はい、まあこの2人のですね、まあ、体格差ですね、はい、もう宇野選手がこれだけの体格差がありながら高坂選手と互角に戦うと、うん、それもすごいんですけど、そのヘビー級の高坂選手が、はい、宇野選手のスピードについていける、うん、そのスピードについていけるってのがまたすごいんですよね。あ、両者にすごい驚きがあるわけですね、はい、そうです。バックで取って投げますね、後ろから挟んできましたね、取れてないでよ、それね、あ、今膝十字、膝十字、ギブアップ、まだ決まってません、ギブアップ、エスケープ、エスケープです、エスケープは1対1になりました。いやいやいや、5分ですから2人とも全力を出してるんでしょうけども、いいですね、展開がね、そうですね、楽しいですね、はい、よっ、はい、さあこれからどういう展開になるか、高坂選手もちょっと絞れてるんじゃないですか。そうですよね、はい、ウェイトはしっかりやってるんでしょうね。まあそうでしょうね、はい、無駄がなくなってきています。飛びつきですね、あれ決まってますね、首決まってますね、腕も取られてますね、決まってますね、宇野薫、はい、どうやって抜けられるか、サイドに回ってきました。自分自身がこのリングスを楽しみしたいんですと宇野薫は言っています。まあそれはそうでしょう、ずっと前から見ていたこのリングスの舞台に上がるわけです、はい、ですから、うんと膝十字、膝十字、あ、まだ不完全、不完全、本当に目まぐるしいですね。サイドです、ラスト1分、残り1分、リングスルールというのはルールの縛りがね、今の KOK などに比べて緩かったので、はい、こういう、ね、展開が思う存分できたんですよね。そうですね、まあ、それはエスケープがあるという安心感もあるんですね、はいはいはい、マウント、さあこれからどういう攻撃を見せてくれるんでしょうか。残り40、3月目ですか。あ、そのようですね、まだ腕は取ってません、足はでもこれほぼ入った、あ、取れちゃいました、おっと足がひねれてる、ラスト30です、あ、首取ってます、ね、首取ってます、残り30、こうなったら2人とも意地でもエスケープしたくないですよね、はいはい、
あもうこれ残り30という あと20になりましたよ。もうちょっと見たいですね。見たいですね、おっと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 、後ろ後ろバックマウントか取れないか、これ引き分けかもしれません。うん、ラスト5です。まあエキシビジョンに勝ち負けはないのかもしれませんが、いやいや、あっとこれ試合終了です。エキシビジョンマッチ、何か永遠に続いていくであろうね、無限の運動を見ているようでありました。そうですよね、もう本当いろんな技技術がもう出ましたよね、めくるめく夢の世界にいざなってくれました高坂剛と宇野カオル。いやこれだけもうクラスが明らかに違うんですが、はい、2人がスピードの点それからキレの点で互角というのがまた素晴らしいところであります、はい、まあもちろんパワー比べをしたら高坂に分があるんでしょうけども、そういう展開ではならず技の攻防を見せてくれました。いやーなんか気持ちのいいね、エキシビジョンを見ることができました。そうですよね、旧リングスルーでこういう展開が ね、 そうですね、あったんですよね、はい、思い起こします。なんかいい花を添えた感じですよね、はいはい、まあ2人にはこれからもいろいろなそれぞれの方向性があるんでしょう。宇野薫選手は UFC にも参戦したいと、まあ、格闘技に行くんでしょう。そして高坂選手もまたそういった道が あります。自分でも準備持ってますしね、高坂選手。あ、マイクですね。あ、ぜひ聞きましょう。早々とリングを開けました宇野薫。今思い返しても、あの94年の8月19日に自分はここのこの横浜文化大会のこのリングでデビューしたんです。いろんな選手と試合したり、いろんな大会で経験させてもらったり、前さんに叱咤激励いただいたり、先輩方に技の指導をしていただいたり、ダメなところを勝つ入れてもらったりしてもらいながら今までやってきました。で今日このリングス第一リングスっていうのはここで終わってしまうんですけれども、でも自分の中にはリングスっていうものはここの中に刻んであります。なので皆さん安心してください。自分が試合するところはいつもリングスです。リングスはそれぞれの選手の心の中に生き続けます。高坂剛が熊子さん、はい、なんかこうジンとくるような ね、 そうですね、マイク聞かせてくれました、まあ、まさに TK らしい本当の言葉でしたね。エキシビジョンマッチでありますが素晴らしい戦いを見せてくれました高坂剛。疲れました。いやでも楽しかったです。いやもうこれ組んだ時もうすごい胸痛すくて、やっぱいつもの高坂さんでしたね。恨まれた時どうしようかなと思ったんですけど、はい、顔見ないようにしました。はい、エスケープがあったから良かったですけど、なかったら決められてます、ね、はい。普段から言っても肌合わせてる選手なんでね、やっぱ、目指してるところがまあ普通の人より上のところを目指してる選手なんで、やっぱりやってて気持ちいいですね、はい、今までやってきたことがあったから、ああ高坂っていうのはこういうことができてるんだなっていうのを、まあ、少しでも感じてもらえたら嬉しいですね。